台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部中央感染状況指揮センターは19日国産のワクチンメーカーメディケンワクチンバイオロジクスはワクチンの緊急使用許可の審査を通過したと発表しました早ければ8月にも国内のワクチン接種計画に導入する見通しです指揮センターの陳自中指揮官は メディケンワクチンバイオロジックスによるワクチンは8月に少量で供給できる予想だが全ては予防接種組の審査を通過してから始まると説明しました衛生福利部食品薬物管理所の郷周梅所長によりますと国産ワクチンの緊急使用許可の審査はアストラゼネカ製ワクチンと比較し2大厳格な基準を満たしています1つ目は 中和抗体の気化平均抗体価の上昇倍率 GMTR は最低3.4倍本来の基準の0.67倍より高くなっています2つ目は抗体要点率が最低95.5%であることこれも本来の基準である50%よりはるかに高いです 郷バイ所長によりますとメディケンワクチンバイオロジクスの適用対象は二十歳以上の成人2回目の接種間隔は28日ですそのほかメディケンワクチンバイオロジクスが許可を得てワクチンを製造している期間中には毎月に安全性報告を提出する義務があります 許可を得て1年以内には国内外におけるこのワクチンの有効性報告を提出する必要があるということです衛生福利部食品薬物管理所は18日にメディケンワクチンバイオロジクスの国産ワクチンの製造に関する専門家審査会議を行いました会議は全部録画公開されていない理由について新次中指揮官は「あ程公開 会議の内容を全部公開したら参加者の意見を表す権利を妨害することになると説明しましたまた台湾の最高学術機関中央研究院が行ったアストラゼネカ製ワクチンの中和抗体期間平均値との比較の公開問題について もう1社の国産ワクチンメーカー、UBI アジアのコロナワクチンもこれを基準に審査しているから、両社ともにワクチンの緊急使用許可の審査を通過してから発表するということです。